これからの道の向こう
皆さん、ずっとずっと私たちのそばにいてくれますか？今日はもっともっと AKB のこと好きにさせちゃいますよ。何がきっかけだけ覚えてない。僕たちが喧嘩したわけ。二人
緒で、あなたはそんな素振りも見せずに来る。どうすればいい？くるみを割ったら聞こえたわ。閉じ込めたその声が、真実知ったらもう元に戻れなくなるでしょ。Thank you.
瞬間エナ
「みんながいる前に」
¡Gracias!
8日エイタの日が決まりました。皆さんぜひ来てください。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。47
ると嫌でも現実ってやつが見えてきます。10代の頃は恋の理想も高くて、あれも嫌これも嫌って彼氏を厳選して見ていたんですが、20歳を過ぎて覚えました、妥協って言葉を。私もあの辺で手を打てちゃうかったのかな。激しい夏が過ぎて二度目の恋が終わり、焼けた花が焦る頃は偶然の季節。コンビニのレジに並ぶ見覚えのある横顔、目があった時ガリガリくてにしてた。卒業式ぶりの小池は洒落たシャツを着ちゃって、とんがった髪型もちょっとイケてるかもね。どうかしてる昔の彼氏に心が動いた、逃した魚大きく見えるなんて。どうかしてる近頃私は弱っている、恋の滑り止めっていうか、最後の最後どうしようもなくなったら恋家でもいいかなって。恋家なんて忘れていたのに、美味しく見える恋もお腹減ると完食みたいにつまみたくなるの。どうかしてる昔の彼氏に心が動いた、逃した魚大きく見えるなんて。どうかしてる近頃私は弱っているんだ、なんだか寂しくて思う。なんで私があんたに嫉妬しなきゃいけないのよ。小池、彼女ができたなんて聞いてないよ。小池、こんなところで彼女とうろうろしてんじゃねえよ。はいはい、私は一人です。こんな時間に一人でガリガリ君を買っていました。小池、なんとか言え、優しい言葉の一つも書き上がれ。一起
僕らは雲行きを案じた。風に混じって頬に雨粒、帰れないねって君が言った。シャツが汗ばんで息苦しくなる。覚えのある声、思わず振り向く。
君がいる。水着の恋人が優しく微笑む。言葉がなくたって元気をくれるんだ。心の太陽を独占中。アイドルなんて好きになると思わなかった。僕の気持ちは予想外。 Love you。 遠距離ポスター近くにいるのに君は切ないほど手が届かない。遠距離恋愛しているみたいに、なかなか会えないけど誰よりそばにいる。皆さん、アマモのエドリスパーが続いてますよ。もっともっといい感じですよ。もっともっと遠距離ポスター近くにいるのに君は切ない。
いくらまんじゅう離れ離れだわ恋する私はそうと念じる絶対振り向かせよ今日のロマンス拳銃バンバンバンハートの真ん中バンバンバンこの指の銃口を向けて狙えロマンス拳銃バンバンバン心のトリガー引くわ愛しさ
夏が終わり砂浜の足跡が消えるように波が海へ帰ってゆく。そんなに会えなくなるね、なぜ悲しいこというの。見つめ合って黙ってしまった。どんどん手を伸ばせばそばにいるのに、僕たちはこの夜を忘れはしない。今初めて口づけした瞬間を目星や宇宙の彼方へ横切った。もうこれ以上何を願えばいいのだろう。流れ星だっていつの間にか消えてる。僕たちはこの夜を忘れはしない。今初めて口づけした瞬間を
目標を見
せか気になる怖かった人もしかして好きなのか自分でも気がつかなかったけどもう会えないって思ったら突然胸がキュンとしてきたもしかして恋なのか今雲ともやもやした気持ち悩んでいたって仕方ないよ行こう明るく嫌なことの一つくらい誰にもある下を向いて仕込んでたて誰さ心のその空晴れ渡るまで上を向くんだ君が世界のどこかで泣きながら
二度と離さないで。
ことない景色が広がる。記憶を修正しながら、いつしか大人になってしまった。過去か未来か、 I wanna go ラブトリップ、時の彼方へラブトリップ。カエルを胸の奥にしまっていたあの頃、 I wanna go there ラブトリップ。君はどこにいるラブトリップ。会いたい、ずっと言い忘れたこと。
La 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 la
しまってば隙間から漏れるように光が差すよ心に君を守りたい僕の腕の中太陽になって微笑みの虹をまとう君を守りたい強く抱きしめて夢を見よう。夕日が
日はご来場いただき本当にありがとうございました。辛い時も悲しい時もファンと皆さんの温かい言葉が私たちを明るく照らしてくれました。メンバー一同感謝の気持ちを込めてこの歌を歌わせてください。ファンレター。初めて会ってから3年の月日が過ぎ去って、あなたの目にはどんな私が映っているのでしょう。いつの日か話した夢はどれくらい近づけたかな。思うように活動ができず道に迷うこともたくさんありました。それでもずっと待ってていてくれたファンの皆さんがいたから今日を迎えることができました。やっと会えてよかった。やっとコンサートができてよかった。会えない時間も待っててくれたファンの皆さんのことが大好きです。ありがとう。あの初めての挑戦だったノンストップでのコンサート、私たちの思いや気合が皆さんに伝わってると嬉しいなと思います。1期生が全員卒業した今までの AKB、 そして AKB を作り上げてきてくれたメンバーへの感謝の気持ちを忘れず、これからの AKB はもっともっと大きなステージに向かって歩んでいきたいです。これだけたくさんのアイドルがいる中で私たち AKB48 を選んで応援してくださっているファンの皆さんにとって誇りに思える、そして胸を張って心の底から好きだと言いたくなる、そんなグループでありたいと思います。本日は皆さん本当にありがとうございました。
僕たちは近道したつもりで未来への曲がり角と優しさと風を忘れていたよ。さよならつぶやく君の表情は日差しが届かず秋はもう枯れてしまった。空に飛行機雲白くたなびくせんよ。誰の思いが残るの。振り向く余裕もないまま時の飛行機雲爪を立てたみたいに細く生々しい傷跡48。 単独コンサート、これが本当の本当に
単独コンサートこれにて終了となりますが、
プロデューサーのゆきりんさん、どうでしたか？ちょっと48曲ノンストップって初めてのね試みをやったんですけども、お、なんだろう、なに、お、今日があったと思うんですけど、シングルもそれと同じぐらいファンの皆さん待っててくださってたと思うので、こういう嬉しい発表があって本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。10年ぶりね、すごい。もちろんね、今まで姉妹グループのみんなにいっぱい助けられてね、みんなでどんどんグループを大きくしようっていった中で、でも今日ってこう久しぶりにね単独でみんなでやったから、この流れで、まあ、AKB だけに任せてもらえたっていうのはすごい嬉しいからって、うん、あれ結構嬉しいかも。今まで姉妹グループのメンバーたちがこう助けてくれた分、今度は AKB48 のメンバーだけでこう戦っていかなきゃいけないということで、すごい挑戦ではあると思うんですけれども、今日のコンサートもすっごく楽しかったですし、皆さんにも楽しんでいただけましたよね。ありがとうございます。新たな AKB、 こんなことができるんだっていうのをこれからもどんどん見せていけるように頑張りたいと思います。これからも AKB48 の応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。新番組、嬉しいね、すごい久しぶりじゃない？嬉しい、嬉しい、
AKB の個性をいっぱいね出せる、まあ、どんな番組になるか全く分かんないし、ちょっと怖いですけど、ねね、でも AKB 久しぶりにすごい AKB っぽいなと思った。確かに、楽しみだ。確かに、確かに、まあ、新番組も含めてシングルも含めてみんなで一生懸命頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後の挨拶みんなでしましょうか。下がらないバージョンでいきましょうね。はい、みんなでいきます。いいですか。はい、せーの、ありがとう。監督、ラストお願いします、はい。もう本当に久しぶりにこの景色を見ることができて本当に嬉しかったです。最後に泣いちゃった。いっぱい頑張ってるね。みんな分かってるからね。ありがとうございます。本当にみんな優しいし、あったかいからね。本当にこの2日間3公演盛りだくさんあって、あ、本当に AKB 大好きだなって思ったし、メンバーのみんなもファンの皆さんもそういう風に改めて思ってくれたと信じています。先輩たちがつないできてくれたこの AKB を私たち今の世代でつないでいけるように頑張りたいと思います。すいません、長くてごめんなさい。皆さん本当にありがとうございました。
上をもちまして本日の公演は全て終了となります。お帰りの際はお忘れ物などございませんようお気をつけください。なおこの後は退場時の密集緩和のため規制退場とさせていただきます。順番にご案内いたしますのでご自分のお席が呼ばれるまで座ってお待ちください。ということで皆さん本日は本当にご来場いただきありがとうございました。とてもとても楽しかったです。あ、村山優里です。はい、シングルの発表だったりとか新番組の発表だったりとかこれからの AKB を楽しみに待っていてほしいなと思いますし、総監督のミオにこれからもついていきます。そして先輩方がつないできてくれたものをこれからも絶やさぬように私たちが皆さんを笑顔にさせていけるようにこれからも頑張っていきたいと思います。最後に一言言わせてください。乃木坂超えてやるぜ。あー、今のはなーちゃんだよ。いや、ゆいりーだよ。はい、ということで本日は17ライブプレゼンツ AKB48 15th Anniversary Live AKB 単独コンサート好きならば好きだと言おうにご来場いただきまして誠にありがとうございました。以上 AKB48 チーム4キャプテンゆいりーこと村山ゆいりでした。